ありがとう整体の平野です。ご視聴どうもありがとうございます。まあ、今の、方たちのね、筋肉の使い方はですね、前にもお話したみたいに、インナーから動き出してアウターに使うのではなくて、アウター主体で動いてしまう。そして、まあ、そのインナーマッスルを、ね、鍛える、体操とかを見ても、まあ、アウターを使って、まあ、インナーを鍛えるみたいな形になっていて、これは、その伝える信号としては、まあ、逆になってしまいます。ですから、インナーからアウターに伝えなければいけないのに、アウターからインナーに持っていこうと、まあ、皆さん努力しているわけなんですけども、その中で、まあ、最大の、アウターはですね、腕ですね。はい。腕の力で、腕がまあアウターの、まあ、僕は私は一番要だと思うんですけども、腕を使って何かいろいろやってしまう、それがアウターからインナーという形になってしまっていると思います。で、例えばこの肩回しをしてくださいって言った時に、本来ならインナーから動き出すんで、この肩回し体操がこう腕がこう振られる、ダランダランと、これあの野球のイチロー選手の歩き方がこんな歩き方してますけど、あの人はインナーがね抜群に使えてるっていうことなんだけども、腕がこうしなやかにこう勝手に振られる、インナーから使い出して腕は勝手に振られることが使い方として正しいんですけども、この体操を最初にやってくださいっていうと、もう腕で皆さんねこうやって頑張ってこうやって肩をねこう回そうとする、肋骨を回そうとするって、こういうだからこれがまあ余分な力というか、本来は逆なんですね。肩を回すことに、背骨から動き出した筋肉、インナーの筋肉がアウターに伝わっていって、アウターはまあ勝手にこう振られるようなこうしなやかなこう振りですね。野球で言ってもそうなんだけど、インナーから持っていてアウターをしなやかに使う、それを、すごいこう強い力を使ってアウターから始動してしまうという、脳の、なんていうかな、伝え方の間違いを、ね、起こしています。それを直すにはですね、だからインナーから伝われるような、修正をしなければいけません。これは脳からの指令であったり、まあ、人体の問題であったり、そういったことをね、整えていかないとなかなか、皆さんまたこうやって腕をねすごく使っちゃうんで、アウター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 で使ってしまいます。これは非常にね体を、疲れやすい状態にしてしまっているので、まあ、いろんな腰痛も肩こりも、頭痛もいろんな問題に、波及していくと思います。皆さんインナーマッスルを、鍛えましょうという話なんだけども、ちょっと鍛え方が、私の、施術は違いますというお話です。愛知県蒲郡市というところでやってますが、東京もね今、出張してやっています。気になる方があったらこちらからご連絡、お願いします。本当に変わった整体です。